はい、皆様おはようございます。札幌共同探求チャンネルです。本日は西区八佐野地区に移築復元されました、シャコタン町にかつてあったニシン漁の石蔵ということでですね、この石蔵は北海道にニシン漁が盛んだった頃、シャコタン町の網元が漁業化のために明治中期から大正初期に、ホロムイに、建築したものと、書かれております。まあ、こちらのような感じですね。はい、シャコタン町にはですね、ホロニーの他にもビクニーとかにも結構こういう石造りの倉庫が、ポツポツ残っているんですね。そういったものもおそらく、まあ、明治から大正頃に建てられたのではないかなと思います。今となっては漁具倉庫も石造りのものは使われることなく半ば放置というような感じで、まあ結構ボロボロになってしまっているものが点在しているというような感じですね。まあハッサムのこの辺りではまあ建築会社かな、まあそういった方が移築復元されたみたいですね。窓とかも新しくなって、中は確かちょっと資料室みたいな感じになってたと思います。まあ結構ツルメの軟石がそのままあるといった感じでしょうか。どっちかっていうと、軟石なんですかね、これ。小樽とかにも多いような感じのかなと思います。裏側は普通の壁みたいですね。はい、まあこんな感じで、漁具倉庫が札幌に復元されたということで、まあ、私も本日ハッサムはですね、JR が一切止まっていますので、中央区の職場から定員まあ歩きで帰ろうかなということで、途中ハッサムにそういえばこれあるじゃんということで、まあちょっと寄ってみたっていう感じですね。皆さんもし興味がありましたら、シャコタン方面のものではありますが、こういったところを見てみるのも面白いのではないでしょうか。